おはよう、始まりました。もちちゃんです。今回はですね、出版の印税について話したいかなと思いますね。まあ印税ってどれくらいもらえるのっていうふうに気になってる人いっぱいいると思うので、シャイとか違いますけど、最初に言っておきますけど、バラバラですね。かなり、その出版社によると思いますね。多いのはだいたいいろんなところ出してきましたけど、6が多いかな。6% が多分多いんじゃないかなと思いますね。つまり1000円の本だったら、それ60円ということですね、っていうのが多いと思います。で出版社によっては、まあ自分なんかは結構優遇される方なので、だから8とかになることが結構あるかなと思いますね。 8% で、多いところは 10% ですね。10が大体マックスで、あとは何万部売れたら11にしますとか、っていうところがありますね。でだから個人でね、出した方が売れる本だった場合はですね、ずっとパーセンテージが高いので個人で出すっていう人もいますけどね。ただ逆にね、失敗しちゃうと大変ですかね。さあ諸経費が大変ですから、自分で出したからといってうまくいくかとは、そうとは限りません。売れないと、とんでもなく借金を抱えることになります。で、これだけじゃないんですよ。で、この、ただ、これで印税っていうのがですね、決まるわけではなくて、他のパターンもあって、どういうことかっていうと、最初は何パーセントだったけど、次の版から変わるっていうやつですね。初版最初に出したやつは何パーセントです、でも2版以降だったら何パーセントに上がりますっていうふうにですね、こういうふうに固定じゃなくて変化するっていうのがありますね。これは非常にいいところですよね。著者側もすごくでやる気が出ますし、非常に頑張りがいがあるやつですね。で、ぶっちゃけだから初版だけだと全然時間に合わないですね。この仕事量に対してもらえるのっていうのがものすごく少ない仕事だと思ってください。だから全然儲からないし、疲れるだけですね。だからもらえても、だから最初にもらえるのが大体幅、本の値段何万部するかによっても違うんですけど、だから20万から30万の間ぐらいをもらえることがほとんどだと思ってください。ただしこれもまたバラバラですね。そうなんですよ。多分出版の業界のこと分かってない人がすごく多いので、一冊売れたらいくら入るとかって思ってる人いるんですけど、そうではないですから、最初にドンと書いたものに対してそれでですね、著者に一気にもらえるんですよ。で、まあ、これにもからくりみたいなのがあるので、ちょっと説明は後々して、もっと複雑なので、いろいろやっていきますが、ここがすごく簡単な出版社のとこだと思ってください。出した分に対して2万部だったら、2万部も出さないか、1万部とか5000部っていうのを出したら、その額が入ってくると思ってください。で、その額の 10% とか 6% とかがそのまま入ってくる。これが、まあ、スタンダードな形です。ただし出版社によってですね、いろんなうざったいとか言っちゃいけないんですけど、決まりを設けてるところもあるのでですね、だから一番いいのは 10% とかがずっと変わらないところ、もしくは最初は低かったものが2版以降ですね、 10% とかに上がりますよってところですね。はい、私がですね、一生懸命いっぱい仕事をするのは、そういうところがきちんとしてるですね、出版社と働くことが多いと思っててくださいですね。で、それに対してですね、よろしくないとかって言ってないけどですね、よろしくないところはですね、大体ですね、この最初に出した初版の半分は最初にお支払いします。半分は払うけど、その半分以降は売れた分だけ払いますよっていうですね、こういうところは、完全にそうですね、売れなきゃもう無理です、ね、半分売れなかったらもうその半分の値段しか来ないわけですからね。初版の半分の値段しか入ってきません、ね、その半分以降が売れて、売れるたびにちょこちょこ入ってくるっていうやつです、はい、だからこういうところもあります。こういうところは非常に嫌ですね。あとはもっと複雑なところもありましたよ。なんか半分はここに払って、4分の1は何ヶ月後かで、そのさらにそれが減って、売れたらその4分の1をまた払いますみたいなところとかもあって、だから結局いまだにですね、その初版分すら払われてないところもあります。こういうふうに本当出版社によってバラッバラなんですよ。本当にこの業界ですね、しっかりしないといけないと思ってます。だから必ず出版するときにきちんとですね、その辺のことは分かっておいてください。には当然著者がいて分かれるわけじゃないですか。共著者がいる場合とかは割ったりするわけですよ。だからさらに少なくなるわけですよね。だその辺の割合とかもですね、揉めたりするわけですよ、これがですね。なんで大変なところだと思いますね。で、あとは、原稿料として買い取り
っていうのがありますね。著者としてはならないけど原稿料としてなりない。であとは監修って名前で出てきて監修料金をもらうとか、監修料なんだけど監修料も印税の 1% にしてるとか、印税の何パーセントにしてるって人もいますね。だから監修して1回でボンと普通はお金もらうのが普通なんですけど、監修でそのまま毎月じゃねえや、この印税がこの増刷されるたびにですねもらっているっていう人もいます、はい、でこんな風になってますね。でさらにですね、今の業界、そうですね、この紙だけじゃないじゃないですか。なんでこのですね、紙プラスその今 e-books ですね。で e-books もいろんなのがあるじゃないですか。いろんなところで e-book が出ているので、それがまたそれぞれバラバラに入ってくるので、でまあだから支払いのミスとかもめっちゃ多いです。それを集計するの結構大変だと思うんで、で e-books の場合はこのいわゆる紙のものよりも印税率が高くなりますね。紙がない分ですね。でもここもおかしいんですよ、日本の出版社ってですね、はい、こんなこと言って私は出版業界から干されないと思いますけど、そんな出版社のこの強いところとそんな仕事しないんで、多分ですね、でどういうことかっていうと、このですね、その日本の e-books って高いんですよ。おかしくないですか？ Amazon とか見てください、値段異様ですよ。あの紙のやつと Kindle バージョンとかってあるじゃないですか。あれの値段があんま変わんないっていうところいっぱいありますよね。どんだけ出版社持ってくんだっていう感じですよ。で著者へのですね、一応印税率は高くしてるんでしょうけど、でも出版社ががっつり持ってくってことです。紙すらですね、出版する媒体すらないのにそれだけ持ってくって、どんだけですね権利料金が発生してんだっていうですね、これちょっとおかしいですよ、ね、なんか変すぎると僕は思っています。だ出版社が強すぎる、基本的に日本っていう国は、すごくおかしいと思っています。もうちょっと変えなきゃいけない、まあまあそんなこと言うなよっていう人もいるね、出版社の人もいっぱいいるかもしれませんけど、で変えないとダメだと思いますよ、はっきり言ってしまえば。もうちょっときちんと考えた方がいい。あ、で全部の出版社じゃないですよ、きちんと著者のことを考えてくれてる出版社はいいですし、仕事してても助かりますし、やっぱり、いいんですけど、やっぱりちょっとね、なんていうか官僚主義というか、すごくありますね。なんかおかしい感じ。編集者とか出版社によってなんかやり方も全然違うし、こう任されてるのはあるけれども、出版社っていうところが力を持ってるっていうのはすごく、見て取れるかなっていう感じですね。でまあ本は書きたいって人いっぱいいると思いますけど、本で儲けるのは大変だと思います。相当売れないといけないので、なんてね、1回でもらえる料金なんてすごく限られてます。だから増刷されなかったら無意味ですからね。増刷されて初めてやった回があったっていう感じですね、最初のですね、初版でこうやって1回目ですね、一釣りって言いますけど、それで出たお金が入ったところで、全然ですね、対価には値しません。全然やった労力とは全くですね値しないですし、でまあ自分自身なんでこんなに時間かかんなかった本がこんなに売れて、こんだけ時間かけたのが全然売れないんだとかですね、本当あります本当あります。全然もう何が売れるか世の中わかんないなっていう感じでですね、なんでまあこれからはいろいろ自分も考えていきたいと思います。で自分自身は本は名前を売るためだと思ってたので、まあ海外住んでた時とかはね、当然暮らすために前書かなきゃいけなかったんで印税でですけど、今は、暮らすためというよりは、もうちょっとですねプレゼンスというか自分を知ってもらうためにやろうと思っていますね。でこの来週あたりかな、再来週かなあたりから出ますけど、いよいよですね、解説してもらいますから、私の本に出てる内容ですね。まあ自分は計画上あの授業とかしちゃいけないんで、なのであのうちのですね、いよいよです、ね、講師たちが発動します。うちの講師たちっていうのか分かんないですけど、で私の抱える仲間たちがいよいよですね、登場してきますので、彼らがさまざまな、授業を展開してくれると思いますので、そちらをですねいよいよお楽しみにしてくださいですね。ついに始まりますの で, です、ね、この私の著者を使ったですね、講義プロジェクトっていうのが出てくるんだっていうのをですね見ておいてください。はい、ではそれらをお楽しみにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.